で、明らかにですね、この数千年の間にもたくさん何回も何回もこの日本の災害に核弾頭が動いているということはもう誰の目にも明らかで、でこれを1万年間動いていないという前提で作られている原子力発電所って一体何なんだろうと思ったんですね。いかにその我々が危険なものであると、電力会社は危険なものであると多分認識しているだろうし、それを国もそれなりの審査で通してきたはずなのに、こんな一番誰がでも分かるようなことをですね、地方大学のうち、お金のない研究もないグループがちょっとやって分かるようなことをどうして、電力会社の、国も、見過ごしてしまうのか、まあ、そこにまあものすごく大きなショックもあったし、落胆というか、厳然性を持ちました。このようなもので動いている危険な発電所って一体何なんだろうかと思ったわけですね。もうそれは要するに、これは大変なことが将来も確実に起こるの、どんなことかわからないような状況の中ですね、あの危険な、気圧に近い爆弾の爆弾の中のような圧力の中であれを今動かしているということが信じられませんでした。2万人もの犠牲者が出てしまった原因は、まさに想定外の高さの津波が襲来したことによる。では、あの津波は本当に想定外だったのか。わずか10年前ですね、2004年にあのスマトラ島沖の地震では、より大きな津波がインドネシアのバンガー地震を襲いました。この時は40メートルの高さまで来ました。リアス式海岸でも何でもない、直線的な普通の海岸です。それでも40メートルの高さまではそこには行ったんです。で、1993年の北海道南西部地震では、アメリカの7.8の地震にもかかわらず、北海道の地震の沿岸で8から10メートル程度、最大30メートルの津波が観測されています。しかし、最近出された日本海側の津波の高さは、わずか5メートル程度です。こういう歴史的な事実も無視します。平気で無視します。はい、で、ここから地震というものが発生し始めます。で実際、現在がたくさん、今日も、こちらの地震がたくさん起こります。そして、なんと、ここじゃなくって、この愛媛、松山市の真下に、この地震が7ぐらいにもあって、これが今でもずるずる、今日もずるずる、ずるずる、小さな地震を起こして動いています。私たちはここで300度ぐらいですから、ここは400度ぐらいになっているので、柔らかくなってて、温度を上げると岩石でもやっぱり柔らかくなりますから、地震の力は噛み込めないと思ってたんですけど、実際観測をすると、ここまで地震を起こしてるんですね。だから400度ぐらいまでのところは、要するに地震を起こすんだということがはっきりしたんです。でこれは今、世界的に有名な話なんですが、でこれがきれいにこのピンクのところに並ぶんで、ここまでなしに何を作ると、つまり力を溜め込む領域がはっきりしてたんですね。これ大変な、観測で、世界の人たちを驚かしたんですけども、そうすると震源域が瀬戸内側まで入ってきた。つまりこの真下が南海地震の震源域になっているんです。そのことをまず理解しなきゃいけないということですね。これでは議論がないんですよ。一切反対だから観測人数がたくさんあるここまででしょう、四国は全体がほとんどが震源域の真上に位置している。じゃあ遠い地震と真下の地震では何が違うかというと、遠い地震はほとんどがこの東西南北のこういう揺れです。ところが真下のところで断層が凸凹に動いていきますと上下動が変わります。実は建物、特にコンクリートの建物というのはその上下動が非常に弱いんですね。横にはこう鉄筋を使ってかなりしなやかにできますけど、上下動、上下動から出しやすいことがあって、それが問題があると愛媛の真下の方ということを理解してください。だから揺れが長ければ長いと巨大な地震です。これまず自分が分かるんですよ。気象庁が言う前に、ね、分かるんですよ。つまり地震の揺れの長さであるんです。これがね、もし1分以上揺れてると、時計を見ながらですね、この揺れてる人いないので要するに1分以上くらい揺れてるんだしたらね、必ず津波が来るんです。いいですね。つまり、昭和南海地震は100秒でいいんです。100秒かける3秒、世界の断層のバリアスピードかける3倍ですね。だから南海地震単独なんでしょう。四国だけが悪かったんですよ。でこれがね、2分になり3分になると
宮崎も割れてるし、名古屋も割れてるしってことですね。どん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 割れたり広がってる。つまり海底がどん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 広がりながら動いているということを考えれば、これはとんでもない津波が来るということがわかります。揺れが長ければ長いほど津波の高さは高くなります。いいですか。だから自分で分かるんです。